シンガポール国立博物館は、シンガポールにある博物館であり、同国内で最も古い博物館である。1849年にラッフルズ・インスティチューションの図書館の一部として設置したのが始まりで、その後数回移転した後、1877年にスタンフォードロードの側の現在の位置に、高級的に設置されることになった。この博物館は、 シンガポールの歴史に焦点を当てており、1965年にナショナルミュージアム・オブ・シンガポールと名付けられ、1993年から2006年5月までの短期間の間、シンガポール・ヒストリー・ミュージアムという名前になった後、以前の名前に復帰した。博物館は3年半の改装を経た後、2006年12月2日に再オープンし、ヒストリー・ギャラリー。 リビングギャラリーなどが常設されている。年中無休で、開館時間は午前10から午後6時までとなっている。最寄り駅は MRT 南北線、東北線のドビーゴート駅から徒歩5分。入場料金は、大人が10シンガポールドル、学生、60歳以上が5シンガポールドル、6歳未満の子供、無料。ありがとうございます。